ワクワク。ごちそうさまです。そこをとっとと刀剣乱舞始めるばい。今のが本丸博で最初に見させられたあの映像、実装されましたね。セクシーでしたね。任せとき、任せクシーということで、200万ダウンロード、ポケッツの200万ダウンロードが突破記念。おやおや、何の足跡だ。うわ、大事なところが金之助の足跡のせいで見えないぞ。ということで、戦後村正が期間限定担当で手に入る。セクシースワーベ、サニワの皆様、200万ダウンロードありがとう。どういたしましてと。期間が短いぞ、注意しろ。お得なお札セットが15枚セット随分ときたな。お、1万セット、いいっすよね、これ。で、秘宝の里。今度はポケット勢もプレイできる。PC 勢ももちろん。この4振りの新バックグラウンドミュージックが追加されたと。これは2月21日まで。楽器集めの段、報酬でまた小ガラス丸とか。あと、ここだね。10万個。ああ、頭が痛い。頭が痛いよ。むしろ楽器なんだよね、欲しいのは。特別通行手形が、何？はい。一マス目で開花札が必ず出現する。ずるいな、このアイテム。敗北しても入手なもすべて持ち帰れる。へえ、ずるいアイテムだな、すごいな。俺は、愛された分を主に返すことができなかった。はい、では、早速。ダメ刀だよ。新入りか。あ、いいのいいの。ちょっと不動くん、またちょっとここ座れ。ちょっとまた怒られるからやめて。ちょっと近似変えとこ。誰にしようかな。セクシーな人が来ても大丈夫なように。はじゃあセクシーな人を果たします。置いておきましょう。新たな剣が参陣いたしました。こっちも開けときます。僕あとね、細かい部分なんだけども、今日のアップデートで盗聴、今の剣5個体どっちだったかな。なんかちょっと変わったらしいけども、なんか修正されたのかな。公式ツイッター、ここを見ればわかりやすい。メンテナンスが終了して、秘宝の里があって、今の剣極めと左右左文字極めの盗聴画像を修正。僕は過去へ飛んで、どのあたりが本当の歴史を見てきた。修正されたんだ。おさよ、おさよん、さよん。僕はさよさもんじ、復讐の逸話と向き合い、それを受け入れてきた。僕を形作るのは淀んだ黒い感情。きっと前からこんなにかっこよかったっけ。ちょっとなんか比較のがあれば、
後で探しとこう。さて、担当しましょうか。で、さっきヒントが書いてありましたね。しらじらしいヒントが書いてありましたね。で、そう、書けば出る、唱えれば出る、この2つは実証してきた。では次に何をすれば出るか考えたところ、叫べば出ると仮説が立った。それを今日は本物にしたいということで、まずミキサーの方ちょっと原因を下げます。こんぐらいでいけるかな。それではまずは入れておきつつ、イエーイ、空前絶後の超絶怒涛のピンサニブー、刀剣男子を愛し刀剣男子に愛された男、木炭、玉鋼、冷却剤、砥石、すべての素材の生みの親、そう、我こそは、三振、いけ。袋の近くのつけ麺屋、よく行ってたんですけど、この間、店を畳んでしまっていたみたいで、とても残念なんです。まあ、気を取り直して、連絡が来ておりますな。サニオレベル147、就任日2015年1月14日、戦後村場さんの担当レシピは、ちょっと待って、ここ記憶してほしいよな。200、今担当キャンペーンやってます。サニオの皆さん、今がチャンスです。もう一度言います。200、オール200って覚えてください。そう、すべてをさらけ出したこの俺は、サンシャインカップだ。イエーイ。今のはハイテンションなだけでセクシーさが足りない。俺はもっともっとセクシーにできるんだ。あれ持ってこい、素材、資材持ってこい。イエーイ、空前絶後の超絶怒涛のピンゲーム実況者、トラブを愛しトラブに愛された男、木炭、イカレク、すべての素材のみのや、そう、我こそはちょっと中略して、戦後村場さんの担当レシピは200、今担当キャンペーンやってます。もう一度言います。200、オール200って覚えてください。サニオの皆さん、チャンスです。順番バラバラ、そう、サンシャインかだ。新たな剣が参陣いたしました。よう大将、俺っち夜幻藤四郎だ。イエーイ、空前絶後の超絶怒涛のピンサニは、刀剣男子を愛し刀剣男子にいかなく、そう、サンシャインカップ。おう、だ。新たな剣が参陣いたしました。
イエーイ空前サンシャインボウだ。イエーイ新たな剣が参陣いたしました。イエーイクーボーダーイエーイ新たな剣が参陣いたしました。うせやろ。イエーイ新たな剣が参陣いたしました。おれ、うそやろ。イエーイ新たな剣が参陣いたしました。わ、悔しい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 、だがこれでいい。新たな剣が参陣いたしました。解ける、資材が解ける。イエーイ空前絶後の超イエーイ新たな剣が参陣いたしました。あ、サニャンの皆さん、私はこの後ゲームのボイス撮りを控えてます。イエーイ、新たな剣が参陣いたしました。喋らせない、サニャの皆さん、ノーカットでお届けしてます。動画の時間がどんどん伸びます。新たな剣が参陣いたしました。イエーイ空前絶後のイエーイ、新たな剣が参陣いたしました。上の段の担当がリアルタイムに終わってしまいそうです。イエーイ、新たな剣が参陣いたしました。超絶怒涛のピンサには
道元大師の話、道元大師に愛された男、すべての素材の身の親、そう我こそ新たな剣が参陣いたしました。池袋の近くのなんやかんや、サニュアレベルそこそこ、就任日、サービス開始日、イエーイ、新たな剣が参陣いたしました。僕は馬の剣、新たな剣が参陣いたしました。僕はあははあははははあははは、は今日晩ご飯何にしようかな。新たな剣が参陣いたしました。してません。僕、イエーイ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 。新たな剣が参陣いたしました。イエーイ。飽きた。あと210回しかイエーイできない。イエーイ、ドンテケしてきます。イエーイ、新たな剣が参陣いたしました。なんでだ。長曽根虎徹という贋作だが、本物以上に働くつもり。イエーイ、いいのか、いいのか、イエーイって言ってるの、いいのか、いいのか。イエーイ、新しい刀ができたようだ。ジャスティス。私は戦後村正、そう、妖刀とか言われているあの村正ですよ。ありがとう、ありがとう、セクシー、ありがとう、日本銀行券。ということで、叫べば出ます。叫べば戦後村正は手中に収めることができます。はい、心配いりません。主に歯向かうなんてしませんよ。よし、脱ぐぞ。出陣ですね。秘宝の里はまた今度でいいや。伝説を増やしに行きましょう。もう今日は別の意味の秘宝だらけだったよ。まあもうゲットできたから、今までの情報を悲しみも全部吹き飛んだよ。
闇雲にやっても勝てません。闇雲に担当しても出ないんだね。さてさて、妖刀伝説を見極めなさい。ヒュー、妖刀切りますよ。おう、妖刀。ヒュー、怪しい。イエーイ、怪かしい。私を渡しましたね。早い。ここで終わりです。あ、すごい大胸筋がとんでもない。きっと強制サポーターとかつけたんだろうな。ふう、こんなのばっかり早く来たって。まあさて、畑に行ってらっしゃい。誰と行かせようかな。セクシーな人、セクシーな、じゃあちょっと関係ないけども、この前の担当キャンペーンの時には来なかったソファヤと一緒に。着物が汚れないよう脱ぎましょうか。脱いじゃえ。こういったことはあまり慣れてないんだがな。いいな。なんだろう、ここら辺すごくフォーマルっていうか、ね、整ってるんだけど、もうここら辺でセクシーがプルンプルン出てる。ほい。残念です。脱ぎ切る前に着ざるを得ませんか。内刀か。てか、ね、直すのに必要な資材がえぐい。お、並んでるね。私は戦後村政、名前くらいは聞いたことがあるんじゃないですか。そう、妖刀とか言われているあの村政です。でもね、村政がなぜ妖刀なのか詳しいことはまるで分かってないのです。です。定かでない伝説に誰も彼もが踊らされて滑稽ですよね。すげえすげえ、なんだこのドセクシー。セクシーの範疇を超えているぞこいつは。すげえ、もうもう俺カツ丼や美女をイメージして誘惑するのやめる。俺も俺自身の魅力で勝負する。さて、場所はどこでも構わないので、戦後村政とトンボ切り。はっ、トンボ切りここに。なんかつけてあげよう。出陣ですね。確かどこでもいいはず。伝説を増やしに行きましょう。まあある意味伝説になったよ今回は。久しぶりですね、トンボ君。この間会った気もするが。せっかく会ったのです。脱ぎますか。なんだね君たちは。脱ぐな。だからお前は誤解されるのだ。大丈夫、とりあえず脱ぐ。構いません、言わせておけばいいのです。怖い怖い。当然です。トンボ切りは心配性なのです。ま、あれも村政のファミリーですから。どうかしましたか。脱ぎましょうか。脱げよ。さっきまだ続きがあったね。2周年を迎えてしまいましたか。しまいました。で、遅れたのが残念です。だね、もう一つの方の2年ボイスが聞けなかったね。誰も彼もが私の怪しい魅力に夢中なのです。トンボ切りは心配性なのです。ま、あれも村政のファミリーですから気持ちはわかりますがね。
ここなんだろう、なんか勇者ホニャララシリーズだったらここに入って操縦する的なそういう正義の巨大ロボ感があるぞ。ここら辺村正ロボ。あとは、あ、傷ついてる時のボイスは聞きそびれたけど、まあそのうち聞けるからいいでしょう。あなたの実績見せてくださいね。うん、すごくスワベです任務が終わったようですね店先で脱いだらどうなるのでしょうね。わっぱかけられんぞ。いや、よし、あ、そうだそうだそうだ、曲を聴こう、曲のサンプル聴こうぜ。これは持ってるやつ、お、ちょっと物悲しいような。しかしその内側に隠れている思いは、はあ、なんか神秘的な町や村とかの BGM っぽい。祭壇とかありそう。かーいいね。またね、曲から得られるイメージが変わってきそう。へしべってる。戦闘 BGM っぽいけども、というよりは、あ、なんだろう、難しい。言語化するのは難しいね。なんかお兄さんキャラ、主人公ではなくて、主人公をサポートするちょっと、なんだろう、ちょい強お兄さんキャラというか、もしくはまた後半で加入するキャラね、なんかそこら辺のポジションのキャラクターの曲っぽい。あとは、うん、早いとこゲットしたいですね。またこの足りないのは特に棒ですね。笛というか棒というか、そのあたりをゲットして禁止曲もゲットしましょう。ということで、いやあ、もう、この怒りはどこにぶつけたらいい？やっぱ、パイセンにですかね。まあでも、このパイに免じて許すとしましょう。ということで、次回は禁止曲を追加したあたりでお届けしようと思います。それでは、また次回。